どうも、ウィニー・ロックベルのドラムバンバン。今日は、ゲストにうちの、CD 音源のすべてのレコーディングとミックス、マスタリングをもう全部一任してる超優秀なエリートスーパー変態野郎変態野郎、最近彼女と別れました。中林林純也です。よろしくお願いします。で、今回 の, あのサード、はい、サードちょっと今真っ最中、撮ってる真っ最中なんですけど、はい、どんな感じの作品になりそうですか？そうですね、メンバーも増えて、より一層音の厚みが増えて、うん、すごい楽しくなるんじゃないかなと。なるほど。思います。ほー、はい、そうですか。じゃあ入る曲が3曲、タヌキと、はい、ゴシップとあとマネキンですね、はい、エンジニアさん的にどれが一番めんどくさいですか？めんどくさい、めんどくさいのは、めんどくさいいや、めんどくさいことはないんですけど、はいはい、なんだろうな、まあ、そのギターの感じとか、は、細いが下手だとギターの感じとかを、はいはいはい、こう、うまい具合にするのが難しいなっていうのは、まあ、全体的に、あ、はい、やっぱそうですよね。細井ちゃんですねってことは。いや、そういうわけじゃないですけど、ギターが、いや、細井ちゃんですよ、ギターが、あ、なるほど。じゃあ、あいつをちょっと変えればもしかしたらあれですね、スムーズに変えてみます、試しに。もしかしたらあの4つ目のシングルとか、あのギターがすごーいってなってたら、多分あいつじゃないんで、はい、どの曲が一番おすすめでしょうか、サードシングル。サードシングル、自分はゴシップ大好きですね。あ、本当ですか？はい、好きです。どんな感じがいいですか？単純に好きみたいな、イントロの感じが好きです。多分聞いて楽しいですね。お、なるほど。じゃあそれが、はい、発売する、発売というか先行が8月4日。8月4日。はい。渋谷スターラウンジで。スターラウンジ。はい。やるんで。ちょっと、はい、配信も来るはずなんで。行きます、行きます。はい。開けます、開けます。開けます、開けます。じゃあ音楽の話はこれまでで、ちょっと林についていろいろ知りたいなと思って。いや、そこはいいんじゃないですか、もう。ですか、時間も時間なんで。あ、本当ですか。そう、今レコーディング真っ最中で時間がないんですよ。で、今本当に撮ってる状態。転換中みたいな感じ。そう、転換中みたいな感じで撮ってるんですけど、どんな人が好きですか？どんな人が好きですか？はい。どちらかというとやっぱり、可愛い系。あ、綺麗より可愛い系。綺麗より可愛い。はい、芸能人で言うと。芸能人で言うと、もう宮崎あおいなんて撮ったんですね。鉄板？鉄板。あ、鉄板。鉄板。鉄板。あらがきゆとかも。あらがきゆ。僕あらがきゆあんま好きなんですよね。あれ？何ですか？綺麗系は可愛い系がいいんですか？可愛い系ですね。え、パルルとか好きですか？あー、ちょっと。パルルは。え、似てません？ちょっと。まあそうなんですけど、ちょっとなんか。あれはちょっとまだ。なんかそうですね、違うな。あんま興味ないじゃないですか。聞かないんですよ、やめましょうこれ。で中林先生は、まあ、とあるレコースターですね。そうですね、はい、働いてて、はい、あんま言わない方がいいですよね。いやいや、まあでも来てて、まあそうですね絶対いいところでやってるスーパー腕利きの、いやいや、そんなのもう手早いんで、そっちの意味でどっちの意味でも手がめっちゃ早いんで、はい、で彼女募集してるんで、多分気になった方は、すぐメールできるように、ここら辺にね。あ、そんな感じですか。はい、中林さんのメールアドレス結構個人情報ダダ漏れですね。そう、うちのバンドさんのは、一切こうあれなんで。バンド入ってないですけど、あ、もう協力してくれる人のデータはもうガンガン公開していくつもりなんで。まだ、おー、あー、すいません、また。そんな感じで今レコーディングの最中です。楽しみにしててください。8月4日、渋谷スターラウンジで。最後に一言あります？レコーディング頑張りましょう。いや、僕はもう終わってるんでね。そうですね、はい、新規メンバー、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ります。頑張ります。では楽しみにしててください。バイチャー。